ショータイム二等辺の友人はです、ピー隊長です。隊長でございます、はい、今日はまたこちらですね、はい、カーシー博士のセルフヘルプ術、うん、プリーズアンダースタンドミーと、はい、理解しようと、うん、自分自身をねと、うん、で前にこの4つの気質で、はい、その人が職場でどんなことで不快になって、うん、またどんなことで周りを不快にさせているかっていう話をしたんですけども、そんな子たちが周りにいた時にこんなことをするとこうやって褒める、例えばあなたが上司だったら SP 部下の部下がいた、こうやって褒めるといいよっていう、まあ、褒め方、なだめ方というんでしょうか、その紹介をしたいと思います、はいはい、SP 型をどうやって褒めるか、 S と P、 ディオニソスですね、はい、感覚で認知の人、うん、S で P の人は手際の良さを褒めるといいよと、うん、大胆さ、忍耐、知恵、うん、適応力を褒めるとあります、うん、SP 型は自分が手際の良い仕事をしたことで評価されることを喜ぶ、うんうん、仕事を器用に成功にこなしたことを褒めてもらう方が仕事の量について褒めてもらうよりも重要だ、うん、あ、どうやってやったかっていうのは、うん、多分 SP 型は自分がやりたいようにやったっていう、この自分がやりたいようにやったことを褒めてもらうと喜ぶっていうことかなって今思いました、うん、で SP 型の部下は結果よりもプロセスを重視するタイプだからだと、うん、あ、こんな風にやったんだね、すごいねみたいな、うまいうまい、うん、今なんかへへんって思いましたどうだ、僕違いますけど、うんうん、また彼らの仕事が危険を伴うものだったり、うん、運に左右されるものであれば、うんうん、それも評価すべきであると、うん、危険なことがうまくいった時には、うん、その勝利を一緒に祝ってあげて、うん、うまくいかなければ一時的な失敗に過ぎないのだよ、うん、というような慰めや励ましの言葉をかけてあげる、うんうん、大胆、勇敢、忍耐、知恵、適応力、うん、タイミングの良さなどがこの SP 型の自慢する点、うん、なんかディオニソスっぽいですね、うん、でこれらの質をリーダーに認めてもらうことで、うん、SP 型は評価された、うんうん、と思う、うん、なるほど、うん、やっぱりこの大胆なところ、うん、なんか自分が自由にやりたいようにやって、うん、そこを、こんな風にやったんだ、うん、そう、でそこに多分リスクも結構伴ってるって話ですよねかっこいいな、うん、なるほど、でもこう上司とするとそのリスクを抑えたい気持ちにはまあ湧きますけどね、はい、うん、じゃあ次は、うん、もうなんかこれ読んだと読みたくないんですけどねSJ 型、 SJ 型、私、はい、ESFJ、うん、エピメテウスでございますと、うんうん、ミキティでおなじみ勤勉さを褒めてあげよう、うんうん、責任感が強く忠実勤勉なところを褒めるとあります、うんうん、SJ 型の部下は、うん、プロセスよりも結果を重視するタイプだと、うんうんうん、なので慎重で緊密、うんうん、徹底的で正確な仕事をすることに価値を置いている、うんうん、自分が行ったどんなことに対しても、うん、コメントを聞くことを楽しむが、うん、特に自分の仕事の結果が設定された基準に、うん、いかにうまく到達したかを評価されたいと思っている、うんうん、責任感があること、うん、忠実、うん、勤勉であることを認められると喜ぶ、うんうん、この3つの資質はほとんど SJ 型に当てはまるので、うん、これを褒められることは難しくないはずだ、うん、しかしこのタイプは大いに感謝されたいと思っている反面、うん、認められた嬉しさをあまり表に出すことはしない、うん、疑ってるんですかね、疑ってるのかな、あ、これ僕のことですかね、これなるほど、どうなんだろう、どうですか皆さん、うん、どういう、なんで僕この辺これを聞くと、うん、SP 型の褒め方の方がなんか嬉しいんですけどね、あ、そんな風にやったんだ、そんな風にやったんだっていうことをしますね、いや違うなやるそもそもいやしないな、ちゃんと、うん、任せてよかったって話ですよね、ああ、それ嬉しいわ、うん、隊長褒め上手ですねまあでも、あ、そうですね、任せてよかった、任せれば安心だもんね、うんうん、あ、言わなくても、言われなくても分かってます、うんうん、ちゃんとこうちゃんとやりますから、期待通りに
言う、ああ、それだ、うん、ちゃんとやりました、そうそう、あ、ちゃんとやったね、うん、ちゃんとやりました、本当に、ああ、もう本当任せてよかったですみたいな、ああ、褒め上手、さすが、さすがアポロで、うん、NT 型への評価、うん、NT なので、直感の思考ですね、うん、プロメテウス、プロメテウス、うん、アイデアの良さを褒める、あ、 NT 型は自分の発想を評価されたいと思っている、うんうんうん、自分の複雑な構想をしっかり聞いてくれる相手を求めているのだと、うんうん、個人的なことについてコメントされるよりも、うん、自分の能力を認めてもらえることに反応を示しますと、うん、決まりきった仕事をしたことで評価されても喜ばず、うん、むしろその管理職の裁量に疑問を持つほどだNT 型にとって自分を評価する人がそれに適した人かどうかは重要なことであると、うん、いくら高い地位の人でも評価しようとする分野に知識がなければ意味がない、うんうん、また NT 型は人を言葉で評価するのが苦手だが、うん、SJ 型と同じく評価をすんなりと受け入れることも苦手である、うん、あ、いや本当にこの人知識分かって褒めてるのかってとこですよね。このどうすりゃいい、なんだろうな、どうすりゃいいの、これ難しいですよね、難しいですよね。要はでも褒め方としては何だろう、このロジックすごいね的な感じですよね。まあそうですね、うん、だけど本当にお前それ分かってんのかって言われる、思われる、なるほど、うん、からそれが分かってる人であれば多分そういう褒め方、そうですね、うん、分かってなかったら僕みたいにポカーンとした、うん、ポカーンとちょっと説明してもらえるじゃないですか。あ、僕は今そう思ったんですよ、うん、あ、こんな風にやったんだね、うん、それ僕ちょっと、うん、教えてくれるかなみたいな、うんうんうん、それを知りたいんだ、うんうん、っていう分かろうとする努力じゃないですか。ああ、なるほど、ああそうですね、褒められるというか、うん、あと、あ、この人は分かってくれて、あ、うん、分かろうとしてくれてる、くれてるんだなっていうことですね、うんうん、で NF 型、うん、隊長ですね、うん、直感で感覚フィーリングの人、はい、アポロです、アポロ、個人的なことで褒めてあげようと、うん、個人的なことを褒めフィードバックをあげる、まあ、これが体調に伝わるかどうか心配ですね、うん、NF 型は NT 型とは対照的に個人的なことで評価されることを望む、うんうん、ユニークな業績を上げればユニークな人間として認められたいし、それを部下や同僚上司に口を出して評価してもらいたい、他の3つのタイプは否定的な評価を受けても比較的簡単に受け止めることができるが、うん、NF 型は否定的な評価を得るとがっくりと気落ちし、うん、行動する気力も失せる、うん、また NF 型は自分の考えだけでなく、うん、自分の感情も他人に理解されることが大切だと思っており、うん、この2つが理解されていることの証拠としていつも人からのフィードバックを求める。難しい、どうですか難しい、難しいですね、うん、なんとなく分かる気はするんですけど難しいですね。個人的なことを褒める、ユニークな成果、業績、業績、はい、ま、で、はい、ユニークだと思われる、はい、みたいなのは分かる気がするんですよね、はい、でありきたりな、なんだろう、ちゃんと締め切り守ってすごいねみたいなのは別にそんなに当然のことです、ね、当然のこと、はい、で別にそんな嬉しくもないし、批判は多分イラッとしてやる気はなくなるっていうの、落ち込んだりはあんまりしないんですけど、あ、やる気がなくなるはピンとくる、やる気がなくなるのはピンとくる、なんかちゃんとやらねば、うん、もういいわ、それも本当はもう俺それいいここはちょっとなんか SJ とやっぱちょっと違いますね、やっぱり、はあ、まあ僕は、うん、多分気落ちするのは SJ だと思うんですよね。まあでもただはそうかってなんかやる気が失せるっていうよりも、うん、じゃあなんか頑張らなきゃとか、うんうんうん、でもこのなんだろう、よくある説明でいくと、はい、多分気落ちするって書いてあるんですよね、はい、書いてあります、あの MBTI っていうか16タイプ、16タイプ、はい、でいくと僕はだからユングのタイプローン、タイプ例外なのかもしれない、あ、そうです、ね、落ち込むっていうよりは、まあ、落ち込む、そんなに落ち込まない、はい、けど気力は失せる、気力はもうやる気は失せる、もう知らない、はい、それも知らない、はい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 、みたいな気持ちにはなる。ただこの、
ユニークっていうワードは、うん、この NF タイプにとっては重要かなって、うんうんうん、あの接していて思います、うんうんうん、あのルールとかじゃないよ、うんうんうん、かといって別に、うん、あの突発的な行動に出るわけじゃないよっていうのもあって、うんうん、あの前ちょっと別の動画で、はいはい、あの、うん、よくアポロン型とディオニソス型で分かれるよっていう話が出た時に、うんうんうん、なんかアニーチェですねって僕なんかちょっとカッコつけて言ったのがあって、はい、なんか覚えてます、はい、ここにありました、うん、アポロン型とディオニソス型っていうのは、うん、芸術的衝動の2つのタイプを説明するために、うん、フリードリヒ・ニーチェが誕生の悲劇で提唱した対立概念であると、うんうんうん、アポロン型、うん、アポロン型の音楽は荘厳な格調のある音楽、うんうんうん、ディオニソス型っていうのは創造しい舞踏音楽、うん、でアポロン型、うん、冷静な自己抑制っていう型に対してディオニソス型は陶酔狂気、うんうんうん、でアポロンを奉仕する者は女神とか、うんうんうん、でディオニソスの奉仕する人たちは、うん、まあバッカスの神、まあそれはちょっと人間っていうことなのかな、うんうんうん、でアポロン型の芸術は明晰、うん、秩序、金星、調和といった理性的かつ個性的なものだと、うんうんうん、でディオニソス型っていうのは破壊的、劇場的、野生的、うん、で陶酔、歓喜、競争、うん、暴画、うんうん、でアポロン型の傾向は形式部と秩序を志向して、うん、また物静かで調和を尊ぶと、うん、でディオニソス型は形式を打ち破り感情の赴くところを志向して力強い、うんうんうん、なんていうのがこの芸術的衝動の2つのタイプっていうので、うんうんうん、ニーチェが言っててよくこのアポロンとディオニソスっていうのが分かれていて、うんうんうん、また別の形でエピメテウスとプロメテウスが兄弟でまた全く違うタイプだなって、うんうん、なんでこのユニークとかユニーク、うん、独特な感じはあるなと思うんですね、うん、なんか個人やっぱ個人なんだと思うんですよね。認めてもらいたい NF、 NF、はい、自分が自分でやりたいようにやるやりたい、はい、なんだろうな、かといってその、うん、破壊的とかっていうことでもないですよね。破壊的ではない、うん、はい、あの調和っていうのはあると思います。調和は先ほど挙げた、うんうんうん、アポロンで挙げた、うんうん、調和とか、うん、様式美みたいなものはその、うん、なんていうんだろう、はみ出ない、はみ出ない、あ、はみ出しちゃいけないって言ってるわけじゃないです。エピメテウス的にルールだからはみ出ちゃいけないって言ってるわけじゃない、うん、はい、拡張はある気がするんですよね、はい、あ、広げるっていうことですね、広げる、うん、はい、っていうこの4つの気質で人を見ると、うん、16タイプとか、うん、我々がよくあるエニアグラムとかよりも、うんうん、若干この分けやすい、分けやすい、大きい、うん、あの大きい分、うんうん、人を見るときに、うん、なんて感じています、うん、あ、この人は NT だな、うん、この人は NF だな、うん、っていうのは、まあ、僕見て SJ って思っていただけるかもしれませんけど、ちょっと分かり、まあ、エニアグラムちょっととらわれてきないんですけどね、はいはい、っていうところで、うんうん、またこのシリーズ続けていきたいと思ってます、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。